はい、引き続き、サッカーのストップススタジアムクラブ、それのデライト版のグループブレイクですね。これで9ケース目となります。はい、分配は出た順分け分けで合計24スポットです。はい、じゃあサイコロ2つ打って足した合計ランダマイズいきます。はい、3と6で9回ですね。でリフレッシュ、はい、じゃあ9回1 2 3 4 5 6 7 8で次だね。ないよいしょ。ラスト鈴木さん、トップバッターウルルさん、あ、ちょっと待って、数字の方見えてるか、大丈夫か。数字だけだとね、右に寄っちゃうんだよね。数字の計算と、多分、AI が。よいしょ。感じして。今日は2分の1外すんだよな。はい。右側がボックス1、左側がボックス2になります。はい。で、この下が3、この下4。交互にね、下に向かいながら開けます。よいしょ。はい、まずウルルさんとポケルニさんですね。はい、じゃあまずは1の1からですね。はい、ホルム君ルーキーです。2枚目ズラタンさんリフ、3枚目デンペレさん、4枚目フーテコール、5枚目にメンバーゾンリー、はい、ルーキーのメンバーズオンリーですね。これ5枚目で、6枚目にシリアルだ。はい、で 7枚目にバリエーションのオレンジだ。はい、メンバーズオンリーですね。25シリ、たまにね、さっきもありましたけど、はい、入り方がちょっとよくわかんないのがたまにありますね。シリアルが多いのか。リフよりシリアルが多かったのか。はぁ。ジダンさん。これ、8枚目です。リフが1枚少なくて、シリアルが多かったのか。8枚目。で、ここ9枚目。ですね。はい。ウィルソンさん。ですね。はい。で、10枚目ですね、ここはね。あ、なるほど。なるほどっていうか、またご尻引いちゃってるよ。すごいな。だって、これ100尻のホワイトか、多分レッドなんですよ。ご尻ばっか引いてるね。で、ケース2個ぐらいしかないでしょうから。はい、ハリーさんのご尻です、今度。ねえ。100か5。どっちかですからね。100の可能性が圧倒的に多いので。はい、これが11枚目ですね。はい。なので、ウルルさんがサイン2枚。ウィルソンのゴールドとハリーさんのレッドリフォート。ですね。で、12枚目。ヒメネスさんがピンク。ですね。これで6枚6枚です。4、5、6、1、2、3、4、5合ってます。はい。で、ウルルさんは、オレンジのルーキーの、バリエーションも出てますんで。で、ラベルを用意してないので、ちょっと、
このまず19だよね。この2枚だけとりあえずつけて、でちょっとラベルを用意しますので少々お待ちください。はい。え、でもデライト版ってこんなにレッド出るんですか？なんかホワイト3枚パターンでホワイトっていうのも何回か見てるから、まあホワイトの方が圧倒的に100シリだし、普通はそっちの方が多く出ないといけないですからね。20倍ぐらい違うから、シリアルでいっちゃったら5か100でしょ。だってこんなに赤出るの？最近お客さんがね、この間チャットでも店長赤引くすごい引くって書いてて、余計引きつけちゃってる。赤リフを引きつけた。まあスパフラもまあ今日1枚出てますからね。はい、じゃあ続きいきますね。はい、今度2つ目です。はい、草さんとポケル兄さんですね。あ、ベリンガム2枚引いてた。はい。よいしょ。写真かっこいいもんね、あれもね。ベリンガムはもう、ね、もう大スターですね。何の写真でもかっこいい。はいはい、ね、2の1からですね。はい。で、2枚目。はい。で、チャリンコの特訓シリーズですね。うん。で、4枚目。アンリさん。はい、5枚目、鎌田さん。6枚目。はい、ロータロ君だ。75ですね、セピアね。ちょっと少ないですね。7枚目です。で、8枚目。あ、やば！やば、9枚目。草さんだね。間違いない。やば！ヤマルの5シリ引いた。レッドリーフっすよ。バリエーションの。これやばいね。うわー。これやばいね。来たね。はい。おこれやばいね。おめでとうございます。これ9枚目。2の1の草さん。はい、確定です。おめでとうございます。レッドリーフです。はい。で、10枚目。ロレンテさんのメンバーゾーンに99。で、サインはホルムさんですね。で、12。はい。ディマリアさんですね。はい。ヤマルレッドリフは、ヤバババババだね。ヤバババババだね。これすごいね。はい。ね。
はい、3箱目。ちょっとヤマルラッシュ来てるな。いや、きっかけは本当、ポケルニさんのブラックでしょ。もう完全に。そっからちょっとヤマルラッシュ入ってますね。はい、3の1から。はい。で、2枚目。3枚目。4枚目。アルバレス。5枚目。あ、シアのやつ久々に出た。はい。このマッチのね、メンバーズオンリー32シリアル。はい。ね。これ初めの方ポンポン出てましたけど、中盤あたりちょっと出なくなったもんね。はい、久々に出ました。これ6枚目。ですんで、3の2ですね。ユーズラさん。はい。で、7ですね。戻ります。よいしょ。やべえ。やっぱ来てる。来てるわ。はい。2箱連続。赤リフの次に、オレンジですよ。ヤマルの。来てるわ。はい。これ8枚目ですんで、ゆずらさん。マッチの SP 引いた後に、ヤマルのオレンジ。はい。やばいね。素晴らしいね。はい。これ8枚目。で、9枚目。で、10枚目ですね。ゴールド。はい。土地宮根さんですね。50。で、11。ウィルソンさん。12。あ、ゲルトミューラーのこれいいっすね。ほう。キングだ。ヤマルが連チャンしてるな。でしょ。ね、言ってみるもんでしょ。そんなもんですよ、でも、ほんと。はい。じゃあ、これが4箱目です。ポケルニさんとケイさんか。はい。1番ですね。で、2枚目。3枚目。4枚目。5枚目ですね。グリーズマン。で、ハミルトンのバリエーションだね。はい。メンバーゾーン。これ6枚目。7枚目、レバンドフ。はい。ラッシュフォードですね。8枚目ですね、今のがね。で、これが9枚目。くっついてるかな。うん、大丈夫だ。はい。これが9枚目。で、レオさんですね。10枚目ですね。はい。で、11枚目。で、12枚目がハーランドさんピンクですね。
ですね。で、5箱目ですね。5-1で5-23枚目4枚目はい、5枚目おー、まあ、ただもうラッシュ入ってるわ。ヤマールラッシュ入ってる。はい。これね、メンバーズオンリー、イメージバリエーション。これ6枚目です。だから5-2。ミドスさんだ。はい。相変わらず持ってる。はい、うん。で、はい。メンバーズオンリーのゴールドも来てますね。はい。こちらもバルサ。これゴールドですね。これ7枚目。お、下また赤だな。はい、これが8枚目ですね。で、9枚目。赤リフ、ハミルトンです。メンバーズオンリー。ね、フォトバリエーションの。すごいね。ね、出方が。やばいわ、これ。はい、9枚目です。で、10枚目。そうですね。はい。クリストフさんでしたっけ。で、11枚目。サネさんのゴールドですね。初めの方にちょいちょい出て、その後見なくなって。久々に見ました。で、ルーキーですね。バルサのこちらも。これ12枚目ですね。ヤマルの。すごいな。このケース、ヤマル何枚出た？さっきのケースは、ゴールドリーフオートが出て、こっちは5シリに25シリにイメージバリエーションだけでも普通すごいのに。すごいですね。はい。ね。6箱目。はい、これ6箱目ですね。6-1。6-2。3枚目。クリロナ。4枚目。ルキーですね。で、5枚目、プリちゃん。6枚目。で、7枚目。はい。こちらもルーキーですね。アトレティコ。で、8枚目。ザーさん。9枚目。はい。レバンド。で、10枚目。おー、初めてだ。今日。マクレレさん。はい、初めて出ましたね。おー、レアルのレジェンド。はい。
こちらが10枚目ですね。3、4、5、合ってます。はい。で、11枚目。はい。こちらもレジェンドですね。で、12枚目。ピンク。さあ、ラムさん。はい、6箱目終わりました。はい、7箱目。ゴラッソさんとテイミーさん。テイミーさん。はい、ジョーハートさん、7の1、7の2、で3枚目、4枚目、5枚目、モドリッチで、6枚目、ルーキーのガルシアさんですね。メンバーゾーンに。で、7枚目。はい。8枚目。よいしょ。で、9枚目。これはセピアか。75なんでね。これ9枚目。で、10枚目。ブラックリフォードですね。ロレンテさんですね。はい。アトレティコですね。これも写真が。はい。ユニークですね。で、11枚目。アパメン君。はい。で、12枚目。ピンクですね。はい。メンバーズオンリーの黒リフが来ましたね。まあこのケースはもうニャマルですごい言ってますけどね、普通に考えたら。はいね、黒リーフも出ました。結構なんかやっぱりサインもあまり見ない人もいますよね。まあ封入はランダムなんでしょうけど、99からなかったりとかする選手もやっぱりいると思うんでね、メンバーズオンリーでも。なんか外で吠えてる。はい、8箱目、ニコハさんとロベルトさん。はい、はい、8の1。で、2番。で、3枚目。4枚目。5枚目。で、6枚目。はい。多分今日、6、7回ぐらい見てますね。はい。カマルザさんのメンバーゾーンに。いや、でも、出ないですよ。多分。ホビー結構開けても、うん、で7枚目、はい、で8枚目、はい、示談ご子息の金リフメンバーズオンリーですね。はい、なのでこれが8枚目なんで、カマルダさんのメンバーズオンリーの後に示談さん、これ8の2だから
ロベルトさん、ね、はい、お、ちょっと待って、サインレテダ初めてだぞ。はい、これがちょっと間違えちゃうとあれなんだ。これ9枚目。はい、で10枚目がレテですね。誰だろう、ちっちゃいわ。はい、どなたでしょう。お、ブック、おー、マルディーニ、サネッティ、おー、お、ブックレデなんだ。おー、マルディーニ、シンミランと、はい、サネッティさんだ。あー、ね、インテル、おー、ブックだ、レデなんすね。まあ確かにブックはこのこれに入れられないもんね。うん、まああのね、ボックスのマッチがあるから、これにブック入れちゃったらこれでいっぱいいっぱいになっちゃうから、あの12枚カード入れられなくなっちゃうじゃないですか。あー、はい、これが10枚目ですんで、8-2で確定ですね。ロベルトさんで確定ですね。はい、うん、おー、ヤマルラッシュからのブック、はい、しかもマルディーニ、ザネティね、え、はい、間違いないですね。これで5、うん、10枚目。で11枚目も、はい、オレンジオート着てて、あ、ちょっと待って、ブックのレデはおまけだしかもこれちょっとブック何シリかわかんないけど25シリじゃないですか。この人も25っすよ。はい。アバメクの25オレンジですね。これが8-1になりますんで、ニコさん。で、ブックを引いたロベルトさんがもう1枚オート着てます。だブックのレデがおまけ。ね、レデだから。うん。はい、コバちゃんのオレンジ。これもロベルトさんです。現物も手に入って、レデのブックも手に入って、メンバーズオンリーが2枚。超激アツ。ね。もうわけわかんないみたいな。はい。なるほどね。よいしょ。はい、これが8箱目でした。ブックのレデが初めて出ました。まあでも、ブックのレデ、あっても25とか、まあ10とかからでしょ、多分。はい。ね、おめでとうございます。よいしょ。で、9箱目。まあ今は9ケースですけど、まあ海外の GB でやってるところで9ケース目って言ったら、まあ多分ね、初日の初の字ぐらいでしかないから、それで結構引けてるところは引けてるなという感触はあるので、やっぱりもうちょっと欲しいよね、量ね。この最低でも2倍、最低でも2倍ですよ。最低でも2倍欲しいね。やりたいでしょ、グループブレイク。最低でも倍だな。希望を言えば4倍ぐらい欲しい。うん。そしたら2ヶ月ぐらい使ってできるもんね。シーズンオフもできるしね。うん。はい。なので、でも初日にこうやって10ケース、しかも受注時間って3時間ぐらいしかないので、それでこう埋めていただいてるのはもう本当皆様のおかげなんで。で、徐々にこう品物が増えてくれば。はい。うん。ね。はい。モドリッチ。はい。これが9-1ですね。はい。で、ベイリンガム。まあ、ホビーボックスはホビーボックスの良さがあるんでね。ベースカードがあったり、セットを揃えたりとか。
まあ、特にこのスタクラは写真がいいっつってね、野球もサッカーも人気ですから。ただこうね、内容がこういいとね、ここまでまあホビーは1箱2箱とかで、あとはこっちでやった方が欲しいカード入る可能性は高いよなとかね、ありますからね。はい、これ6枚目で、7枚目、はい、で8枚目、9枚目ですね。で、サインは、はい、クリストフさん、ゴールですね。はい、これ10枚目。あ、久々。はい、オルモさん結構前半出てたんですけど、あまり見なくなって、で、また出てきましたね。はい、これ11。で、12ですね。はい。ゴルモさんはね、国際大会とかだと代表に必ず名前がいて、まあただクラブチームでは数字上はっていう感じな店長のね、あれでしたけど、店長が知る限りでしたけど、まあ、去年は大活躍っていう感じでね、さすがに。数字上も良くなって。はい。よいしょ。はい、10箱目ですね。はい、10箱目、32063と砂さん。1枚目ベリンガム、ブルーノさんで、レバンドフ3枚目、で4枚目ですね。はい、ロナウジーニョ始球式のね。で5枚目、6枚目。はい。7枚目。8枚目。で、9枚目に、ビームチームの、はい、ディマリアさんですね。はい。これが、まあ、ホビーもケース1ぐらいでしょう。伝統的なインサートですね、ビームチーム。うん。ディマリアさん。やっぱこの、まあね、写真なんですね。カメラ目線じゃん、ちゃんと。ね。はい。これ9枚目。で、10枚目、サネさんですね。はい。で、11枚目。カラムさん。で、12に伊沢さんか。ね。はい。で、10箱目まで終わりました。ビームチームは32063ですね。よいしょ。はい。よいしょ。で、11箱目。MK さんと母さん、KA さん。
はい。じゃあ11の1からですね。ルキのリフ。カマルダさんリフ。3枚目ルーキーリフですね。カズミルさんもね、写真がいいですね。楽しそう。はい、5枚目。6枚目。これは背景が黒いんで。で、7枚目。8枚目。はい。9枚目ですね。で、オートは、あ、彼も久しぶりだな。はい。ホーソンさん。ルーキーオートのグリーンメンバーズオンリーですね。初めの頃ちょい出てて、パタって出なくなっちゃって。で、また出てきました。これ10枚目。おー。はい。91スタクラ。バラックさんだ。レジェンド。今日初めてですね。50シリアル。だいぶ多かい時かな。なんか写真が。はい。これが11枚目です。ですので、MK さん。バラックの音。はい。で、12枚目。クリロナのピンクもいいですね。はい、これで11箱目終わりました。このケースはだいぶ印象がやっぱりいいですね。まあでも、この前もね、ヤマル出てるし。ね、ロナウドのお尻の音、ジダンさんのデュアルコーサイナー、ロベル、ロナウジーニョもサイン出てるし。ね、普通に考えたら、ね、たった10ケースでそんなメンバー出てるんだなって思うと、すごいですね。ね、2015年あたりの時、パニーニさんの製品ですけど、あの時は、うちで、2週間で100ケース近く、70ケースぐらいは売ったのかな。まあ、それで、メッシ、クリロナの101、オート付きが両方出て、で、あとネイマールだけか、3強って言ったら、1ヶ月以内に出ましたからね。まあそれぐらい売らないと。ですからね。まあパニーニさんのその時の生産数の2割ぐらいはうち取ってたんで。15% ぐらいは最低でも取ってましたね。生産数。たったこれ10ケースでこれね。今日出てる内容からしたら。すごいいいですよね。はい。最後、あ、両方鈴木さんですね。だってフローレスもね、メッシさんのブラックのオートとか出てますけど、130ケースぐらいやってますからね、グループブレイクね、あれ。まあ他にも出てますけどね。いろいろと。まあそれぐらい開けないとっていう感じでしたから。はい、ハーランドさん。ね、ここ数年間弱小店舗になってしまったんです、店長。もう風吹けば、もう息で飛ばされるような、はい、感じだったんで。で、7枚目。アルバレス。8枚目。よいしょ。で、9枚目ですね。で、10枚目はインサートオートですね。はい。ミランさん、2枚目かな?確か。はい。これ2回目ですね、見たの、このインサート。通常オートでは見てないんですけど、このカード2枚目ですね。これが10枚目。はい。で、ファンデルファートさんも、前半に何回か色付きとか出たんですけど、中盤はちょっと見なくなって。で、また、ね、出てくれましたね。よいしょ。はい。これが11枚目。
インサートオートと、レジェンドオート。で、プリちゃん、これかっこいいんだよね。すごいよね。鍛えてるよね。やっぱり、すごいっす。努力の賜物ですよね。よいしょ。はい。で、これがラス前のケースですね。はい。9ケース目。これで終わります。はい。じゃあ次、ラストですね。はい。じゃあ BGB の1619。ありがとうございました。面白かったですね、これね。ヤマルラッシュ。次も出るか。